テレクソビエト共和国は、1918年から翌1919 19年にかけてテレク州に存在した、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国の構成国家である、テレク人民ソビエト共和国とも、1918年3月16日、ヴィャチゴルスクで開催された第二回テレク人民大会において樹立が宣言され、翌17日にソビエト権力を承認した。 人民委員会議議長にはボリシェビキから、サムイル・ブアチゼが、就任し、その他の人民委員にはボリシェビキから、ユーリー・フィガトネル、エス・ドロップコ、ヤーコフ・マルクスが、メンシェビキと、ロシア社会民主労働党国際派からは、ヤーコフ・ブトゥイリン、アイアイイ・エレドフ、エル・モライ・ボグダノフが、社会革命党左派からは、ユーリー・パシコフスキー、A.A. アンドレーフ、P、F、P.F. カルピンスキー、IS ・イバンチェンコが、 無所属で、k n d グロフ、ガップルアフリエフ、a ソモフ a がついた。4月18日に承認された法令によれば、その領域は、ヴィャチゴルスク、モズドク、スンジャ、キズヤルの4つの部と、ナリチク、ナズラン、グロズヌイ、ハサブユルト、ベジェノ、ウラジカフカスの6つの管区からなっていた。6月20日に、ブアチゼが死去し、人民委員会議議長には、パシコフスキーが、 新たについた。年末には共産化が進み、企業、土地、森林、鉱山の個人所有禁止と貧民への再配分が行われた。5月の第3回人民大会では革命軍の形成について議論され、7月から8月にかけての第4回大会では反革命勢力対策についての議論がなされ、ボリシェビキ7人を含む、 新たな人民委員会議の議長にはフリッツブンレが就任した。しかし、やがて政権は臨時テレクダゲスタン政府などの反革命コサック軍に押されて首都ウラジカフカスに移転し、さらに7月7日に開催された第一回北カフカースソビエト大会においてテレク共和国は他のソビエト共和国と共に北カフカースソビエト共和国に再編されることが決定された。 テレク共和国はその後も北カフカース共和国内に独立して存在し続けたが、その領域も翌1919 19年2月には白軍義勇軍によって制圧された。ありがとうございます。